経済評論家、常念司が5分で解説シリーズ、日経平均ナイアガラドーンということで、今日朝ね、びっくりした人も多いと思うんですけど、日経平均一時800円安、842円安まで行きました。はい。現在は715円安ぐらいのところに来てるんですけど、まあ、この後5番どうなるか、まあ、ちょっとよくわからないのでね。まあ、もしですね、このままね、日経平均が800円安で引ける場合はですね、まあね、5番ね、大引けね、引けた場合はですね、ジョネトラダムスからの秘密のメールをね、漏れなく配信させていただこうかなと、思っております。読みたい人はですね、八重洲イブニングラボのプレミアム会員登録しておいていただけると嬉しいんですけど、一応ね、今回なんで暴落したかということで、日経新聞がね、まあ、相変わらず当てにならない解説記事を書いてるんですけど、今日10時のね、記事ですが、日経平均株価反落、一時800円超安、欧州政治不安移すということで、まあヨーロッパでね、政治不安が起こっていると。だから日経平均が下げたというですね、ロジックなんですね。まあ先週末ね、フランスのまあ総選挙をめぐってですね、まあマクロンさんのね、与党がまあボロ負けして、ね、極右勢力が台頭するんじゃないかみたいな不安からですね、ヨーロッパ株が下げたんですよね。で、それでまあ下がったんじゃねえかと。まあ、この記事曰くね、前週末の欧州の主要株価指数が、軒並み下落した流れを受けた売りが優勢となっていると。で、アメリカ景気の減速懸念もあり、輸出関連などの景気敏感株の下げも目立っていると、いうふうに書かれました。はい。まあ、ヨーロッパで混乱が起きると、日本で株が下がるというね、風が吹けば桶屋が儲かるみたいな話なんですけど、本当にそうなんですかね。あれ、いつヨーロッパの政治なんて日本の株価に影響を与えるのみたいな話になったんですかね。どうなんでしょうね。まあ、ヨーロッパ下げ、ね。まあ、そのね、ヨーロッパ下げた流れが、まあ、ぐるっと回って、まあ、日本に来たってだけのことかなと。まあ、みんなね、株って、ほら、世界回ってね、取引してますから。はい。まあ、その流れなんじゃないかな、みたいなね、感じですね。まあ、ダウ平均もですね、先週金曜日ね、前場ドカーンと下げた後、まあ、5番戻して、それでもマイナス57ドルで、引けてるんですよね。まあ、だからま、日経平均もですね、まあ、今回800円安ぐらいまでね、一気に行きまして、今ですね、また781円安まで来てるの。また800円安近づいてくるけど、まあ、こう、ぐにゃ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 やってと、いうことなんでしょう。まあ、短期的な値動きはですね、まあ、上がったら下がる、下がったら上がるですから、まあ、どうなのと。まあ、ヨーロッパが原因ってことは、じゃあ、このままあれヨーロッパでじゃあ、極右勢力が、完全勝利みたいな感じになると、株がもっと下がるんですかみたいなところなんですけど、ここまでまたちょっと難しいんですよね。はい。そういうことあるんじゃないかなと思ってみんなこう不安で売ったんですけれども、実際になってみると、思ったこと大したことなかったみたいなね。こういうのよく起こるんでね。はい。なので、まあ、あんまり目先の株価には一喜一憂しない方がいいとは思うんですが、ね、こんな中ね、日銀がまた利上げするんじゃないかみたいにね、言われていてですね、まあ、果たして何が正しいか。まあ、こういう時はね、でもね、基本的にね、日経新聞の記事あんま読まない方がいいんですよね。うん。本当の原因じゃないことが書いてあるんでね。前後関係でたまたま直前に起こったことを原因かのように書いてるだけで、実際には違うってことが多いので、はい。じゃあ実際何が起こってるかということを知るためにはね、どういう知識、まあインテリジェンスね、これが必要かというと、やっぱり経済学に関する知識かなと。うん。私は基本的に投資の方針はですね、経済理論に従って考えているので、経済理論に従ってブレずに投資してれば、まあそんなに外さないかなと。あとはね、そこにインプットする情報がね、歪んじゃうとダメなんでね、うん、日経新聞ばっかりだとほら、日経フィルターかかっちゃってるんで、なるべく、原点に当たったりとかね、英語の、メディアをちゃんと参照したりとかしてね、まあ、ヨーロッパのね、政治不安、まあ、どういうふうに落ち着くのかみたいなこともね、まあ、見てやってますんで、まあ、そんなのも含めてですね、この後ちょっと日経平均どうなるかわかりませんが、今日800円以上ね、安く、引けた場合はですね、漏れなく、ジョネトラダムスからの秘密のメールを配信させていただきたいと思っております。午後9時にはね、配信しますので、はい。まあ、前回ね、まあ、ドル円相場ね、だいぶ荒れた時にね、書かせていただきましたけれども、あれでだいたいま、5000字から6000字ぐらいね、結構な分量ですよ。はい。本の、だから、一冊の本でだいたい10万字ぐらいと言われてるんですけれども、10万字か、あ、そうね、10万字ぐらいと言われてるんですけど、まあ、そこまでいかないですね。そこまでいかないですけど、まあ、5、6000字、卒業論文の倍ぐらいの、ぐらいかな、1.5 倍かな、ぐらいの、まあ、ものは、送らせていただきますので、読みたい人はですね、今のうちにプレミアム会員登録をしていただけると大変嬉しいなと、いうふうに思ってます。プレミアム会員登録ですね、追加費用なしに読めますので、あと無料会員でもね、一応まあ、10倍ぐらいに薄めたやつが週に1回届きますので、よかったらそれでも読んでいただいても、よろしいかなと、思います。
まあ、この後どうなるかによってですね、秘密のメール配信するかどうか、まだ、わかんないんですけどね。どうなるかによってね。まあ、いずれにしろ、800円以上下げたら、はい、秘密のメールを送りますので、皆様、ぜひですね、心の安定剤にお使いいただければというふうに思っております。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！